パピオどうもひなピオです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきましょう。前回ね、ソウさんに仲直りを持ちかけられまして、全然仲直りする気ないだろうみたいな本性がちょっと見えたりしましたが、いい笑顔でね手差し出してきたんで握手しときました。で、カイさんのパソコンを一緒に見ようということになり、右半分のデータをね前回確認したので、今日はね左半分のデータから確認していこうと思います。じゃあ早速見ましょうか。お、指令8と名前のついたファイルだ。読もう。カイ、いつも地動院家の見張りご苦労。地動院家では最近お手伝いさんを募集してるそうだな。いいタイミングだ。カイ、お前が自ら雇われて潜り込め。必要な資料は組織で用意した。このファイルにまとめておく。これ偽造された履歴書だ。写真だけはカイさん本人か。結構古いけど。子供の頃お手伝いさんがいたのは知ってたけど、私が学校に行っている間だけだったから姿を見たことないんだよな。それがカイさんだったってことなんだね。サラちゃん全然存在も知らなかったっていうか忘れてたくらいなんじゃないのかな。まさか家にいたのかな、カイさんが。うんうんうん。で、指令59と名前のついたファイルだ。デスゲームの指導。うわ、読むか。カイ、いよいよデスゲーム計画が現実味を帯びてきた。ついに組織のためにお前が役立つ時が来たのだ。地動員サラを決行日まで護衛し、健康な状態で確保しろ。そして関係の深いタズナジョーと広瀬涼子についても可能な限り目を光らせておけ。うわ、下手したら涼子ちゃんも関わらせられるとこだったってことか。なんだって。人員は増やさない。いいか、大役を果たすんだぞ、カイ。ジョーと親友の涼子のことまで書いてある。ファイルにはジョーと涼子についての身辺調査書と写真が載っていた。まさか涼子まで巻き込まれる予定だったの。うわ、マジか。じゃあジョー君だけが巻き込まれた形になって、まだ良かったと言っても、いやジョー君、いやダメだよ。マジか。本来だったらここ3人組が、デスゲームに参加する予定だったってことか。うーわー、そんなんさ、親友2人失ったらサラちゃんマジで心ぶっ壊れるって。じゃあゴミ箱、データを捨てるためのゴミ箱だ。あー、これは関係ないの。なるほど、じゃあ鍵見ましょうか。サラと名前のついたフォルダだ。パスワードでロックされている。パスワードは私のお母さんの名前。ゆっくりと母親の名前を入力した。開いた。二つ出てきたね。じゃあ左から見ましょうかね。個人的なお礼と名前のついたファイルだ。サラさんへって書いてあるね。読む。こんにちは、カイさんです。すみません。この文書はデスゲームとは全く関係ないです。サラさん、あなたに佐藤カイとしての個人的な感謝を伝えたいのです。私は地動院家に大変お世話になりました。お手伝いさんとしてあなたのお父さんの仕事や家事を手伝わせていただきました。もちろんそれはあなたを監視するという組織の仕事のためでした。最初、家族同様に接してくれるあなたのお父さんに私は嫌悪を感じました。組織のエージェントとして幼い頃から訓練されてきた私は愛情というものに触れたことがなかったのです。怖かったのです、自分が変えられていくようで。しかし、いつしかあなた方一家を守りたくなった。この目でサラさんが成人を迎えるのを見守りたくなった。初めて生きる目的ができたのです。地動院家と出会えて本当に良かった。ありがとうございます、サラさん。カイさん、カイさんの素性がね、分かってきて、そうなるとね、やっぱ、失いたくなかった命だなと思っちゃうな、本当に。じゃあこっち見ますか。人物調査ファイル。重要人物調査データと名前のついたファイルだ。読もう。どうも、カイです。実は、昔の ID を使って、ごく一部ですが、組織のデータにアクセスすることに成功しました。その中で、
デスゲームの参加者に関するデータを発見したのです。といっても、ほとんどの参加者のデータは持ち出せないようプロテクトがかかっていたのですが、ある男だけプロテクトが外れていました。どうやら彼のファイルは一度削除されたのですが、何らかの理由により復元されたようなのです。誰だろう？あれ？マフラー一緒だね、ソウさんと。お揃いのマフラーしてるね。誰だこれ？え、これソウさんの整形前の写真とかだったりする？ソウさん整形してます？もしかして。それともあれか、なんか兄弟とかなんかなのかな？お兄ちゃんのマフラーですとか、そういう感じ？どうした、ソウさん？動揺してるよ！動揺が隠しきれてないようだね。確かに髪の色もだって似てるよね。ん？なんか絶対関係あるよな。な、キュー太郎さんもちょっと動揺してるな。どういうこと？こいつは！どうしたんですか？え、なに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 ？みんな、みんな？みんな？サラちゃんは全く心当たりがないようだし、私も全く知らないんだけど、この人のこと。なんだ？みんなの様子がおかしい。みんな面識があるってことなのか、この男と。みんな、この人を知ってるのか？なんでそんな動揺してんの、本当にみんな。ごめん、僕、少しだけトイレに行ってくるよ。彼のことは名前すらわかりません。しかし、組織が人物ファイルを削除する理由は一つ。死亡です。もし、彼がデスゲームより前に死亡したとして、わざわざ復元された、つまり、生き返った、ということでしょうか。え？生き返り？人工知能とその人形とかと関係ある？なんだろう。それこそこの研究って、まあ、クローン作成っていうかさ、人間っていつしか死ぬけど、そのデータさえずっと持っておけば、いつでもその人に会えるみたいな、そういえばクローンを作るための研究なのかなっていう感じがなんとなくしてたんだけど、その研究が成功したとか、もしくはそういう実例がこの男であった、とか、なのか？え、マジでわからん。何もわからん。はぁ？生き返っただ？どっかで見たはずなんだ、こいつ。なのに、なんで思い出せねえ。お前さんもか。え、なに、こいつについての記憶を、見覚えはあるのにみんな記憶を削除されてんのかな。え、やっぱ脳みそみんないじくり回されてんのかな。え、ちょっと待って、もう怖くなってきた、本当に。カンナもどこかで、でも思い出せない。誰か、名前を知ってる奴はいねえのか。あ、ソウさんと、同じマフラーをしてます。そうなんよ。私もパッと目についたんよ、マフラーが。彼についての謎は、私には解明できませんでした。そして奇妙な点がもう一つ。デスゲームの参加者は20人ほどいたはずなのですが、全員分の人物ファイルがないということです。これを私なりに推測すると、交換フェーズ。な、この音は、あ？この場にいないのはソウさんとナオちゃんと銀くんだけだよな。で、銀くんは1階にいるから多分無理。で、ナオちゃんが交換した可能性はまあ普通にあるけど、ソウさん交換したんじゃねこれ。だってナオちゃん多分メダルあんま持ってないでしょ。役職カードの交換だ。それどころじゃねえってのに。この場にいない誰かが交換をしたんだ。いや、役職チェックする前にちょっとパソコン全部見ちゃった方がいいんじゃない？
皆さん、今は役職カードよりもパソコンの内容が大事です。そうは言っても、見ないでいられるかよ。まあそうか。九太郎さんたちはタブレットを起動させた。まあそうなったら私も見るしかないわな。しょうがないね。先に役職カードを確認しておくしかないか。タブレットを起動させて。いやー、なんか総さんにさ、交換されてそうじゃない？大丈夫かな？うん。私は、鍵番だ。さあ、パソコンの方を。あ！え？いや、これ身代わりとかになったらマジで嫌だな。うわ、最悪だわ、もう！来てしまったかー！あれ身代わり。ただいま、三度目の交換が行われました。見間違いじゃ、ない。誰かが、私とカードを交換したんだ。それも、よりによって身代わりを押し付けた。ありえない。だって、私は、みんなのために、苦しい。あれ？息の吸い方が。どうした？サラ。俺と同じカードだな。どんな気分だ？落ち着け。私は今、パソコンを。大丈夫。必ず死ぬカードってわけじゃねえ。パソコンを。お前は俺を殺したけどな。サラちゃん。落ち着いて。刑事さん。肩から温度を感じる。暖かい。でも、幻影は、消えない。カードを交換しなきゃ。私はメダルを50枚以上持ってる。そうだ、確か財布は寝室に取りに行かなきゃ。体が勝手に動き出す。みんなの視線も脇目も振らずに走り出す。あれ、でも電話ボックスがない。財布どこに？え、財布？この辺？ベッドの上にも枕物にも財布ない。中央の椅子の近くに財布ない。左の椅子の近くに財布ない。ベッドの下に財布ない。なんで、どこを探しても、財布がない。どうして、私がなくすわけないのに！死にたくない。他に何か手は。嘘の間。アリスさんのメダルを剥ぎ取れば。再び走る。遺体を回収される前に、私の未来のために。やっぱなくなってるよね。そんな。アリスさんの遺体は綺麗に片付けられている。嘘だ。なんでそんな。
これじゃあ私は、どうしたら。サラさん、ハンナキ、ちょうど掃除が終わったところです。もちろん遺体は丁寧にいたしましたので。ここが最後のチャンスかもしれない。メダルを諦める。ハンナキを騙す。諦めきれないよな。死にたくないじゃんね、サラちゃんだってさ。アリスさんのメダルでもしサラちゃんが生き残るってなったとしても、これ誰と交換するのって話だよね。でもメダル、いやー、でも刑事さんの命も預かってるし、いやーこれ言い訳なんだよな、きっと。私ここでサラちゃんメダルを諦めるってちょっと選べないよ。ハンナキを騙すっていうのは多分何か、アリスさんの遺体がうんぬんかんぬんみたいなこと言って、そこのなんか遺体、ハンナキを騙すってどういう風に騙す気なんだろう。いやー、ちょっとなー、騙します。私のメダルが落ちてなかったか。え？財布を落としたんですか？どこにもありませんでしたが。ああ、そうじゃない。アリスさんにメダルを預けてたんだ。ある作戦のために、一時的にすべて、ね。ああ、ちょ。ごめんなさーい。生きていたら返してもらうはずだったんだ。死者のメダルを募集するだなんて私たちは聞いてなかったからな。だから返してくれないか。サラさん、アリスさんはメダルなんて持ってませんでしたよ。なおちゃんかな。なおちゃんがアリスさんのメダル持ってって交換した可能性あるか。そうか、最初に身代わり引いたんじゃないか、なおちゃん。だからあんなに焦ってたんじゃないか。で、交換フェーズの時に、ソウさんと役職を交換して、なおちゃんとソウさんの役職交換して、ソウさんが身代わりになり、ソウさんが今、僕ちょっとトイレって言って、コナン君みたいにトイレ行って、サラちゃんと身代わりの役職交換したんじゃないか？ナオちゃんがサラちゃんと交換するとは思いづらいんだよね。全部、これ繋がったんじゃない？すみません。忙しいので、これで。どうなってる？アリスさんが、メダルを持ってなかった。ありえない。アリスさんはメダル所持数で上位だったんだ。私を陥れるために、誰かが。あれ、なんで笑いが。いや、楽しそうじゃん、サラ。もう何も。考える気力が湧かないんだ。結局サラもさ、本気で脱出できるなんて思ってなかったんだよ。そうなのかな。なんとなくみんなのために希望を見つけておいて、人望のない奴が死ぬ、そう思ってたんだろ。
それは違うよ。レコさんだって、アリスさんだって、死んでたかもしれないけど、少なくともレコさんの人望はあったし、アリスさんの人望は確かにあったとは言えないけど、でもそれは違うよ。それは違うよ、ジョー。希望が必要だったのは、私だ。前を向いてる限りは、お前を殺した現実から目を背けられる。でも、帰った先の未来は、真っ暗にしか思えないんだ。なんだよ、サラ。死にたがってたのか。そうかもな。きっと、心のどこかで、私は。ジョー、ようやくお前から、逃げなくて済みそうだよ。あ！金貨。しっかりするにゃん、サラ姉ちゃん！銀。ジョー兄ちゃんなんて、どこにもいないにゃん！変なもの見ちゃダメだわ！なんで、銀がここに？なんでって、そんなのサラ姉ちゃんを元気づけるために決まってるわ！銀。泣いちゃう。お願い、正気に戻ってよ。本当のジョー兄ちゃんを信じてよ、サラ兄ちゃん。ジョーを信じる。何もできなかったのはサラ兄ちゃんだけじゃないにゃ。僕だって、みんなだって悔しかったわ。苦しかったにゃ。なのにジョー兄ちゃんは最後まで笑顔だったにゃ。他の死んじゃったみんなだって残された人のことを最後まで思ってたわ。きっとみんなで生きて帰ってほしいって思ってるから、だからサラ姉ちゃんが本当のジョー兄ちゃんを信じてあげなきゃダメなんだよ。本当のジョーを、わからない、もうずっと見失っている気がする。いつも一緒にいたあいつの姿を私に正面から立ち向かう勇気があるのか。大丈夫だよ、ジョー君のことは誰よりもサラちゃんが一番わかってるはずだから、ちゃんと正面から向き合おう。最後にジョー君がサラちゃんに向けた言葉をちゃんと思い出そう。大好きだって言ってくれてたよ。ね。幻影に立ち向かえるか。立ち向かう。サラ。お前は、
蝶なんかじゃない。襲い来る魔の手を全部跳ねのけるんだ。負けるわけにはいかない。本物のジョー君のためにも。負けるわけにはいかない。もうお前は壊れてるんだよ。完全に消すことなんて無理だ。また、な。サラ姉ちゃん。銀。ありがとう。私は、大事なことを忘れていたな。元に、戻ったわ。ああ。みんなで、生きて帰ろう。もう、誰の命も奪わせない。誘拐犯の思い通りには、させない。おい！力が湧いてくる。私一人の命じゃない。みんなを守るために前へ進むんだ。行こう、サラ姉ちゃん。は、銀くん。銀くんもよく見てくれるんだね。犬モードってことか。ちょっと BGM が良すぎてちょっともう涙出てきちゃう。銀くん。銀くんに救われた命がここに2つあります。サラちゃんと私です。ありがとうございます。はい、ということで今回はこれで終わりにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。銀くんもちゃんと無事に戻ってきてくれましたし、交換フェーズでね、一応身代わりを引いてしまってはいるんですけど、なんとかする方法がきっとあるはずだという希望を信じて、次回銀くんと一緒に前を向いていこうと思いますので、またよろしくお願いします。では、また次回。おつぴよです。ありがとう、銀くん。